佐々木です今回はですね、久しぶりに仮想通貨の相場分析をしていきたいなと思います。最近ですね、ゴールドの爆上げによってビットコインもね、えーまあ、超爆上げしてるわけじゃないんですけども、やっとですね、もう長きにわたった 1,2 1ヶ月ぐらいですかね。ずっとレンジャーだったところをブレイクして、やっと面白い展開になってきたので、またね、ちょっとこのタイミングで動画撮っていきたいなと思います。まあ、ちなみにですね、僕まだロングを持ってます、下からね。なので結構まあいい感じなんですけども、もう少し伸びてくれるんじゃないかなっていうところで、てかまあ、もっと伸びたらずっとしばらく持ち続けようかなっていうぐらいですね、えー、今回のロングは、買いですね、えー。っていうのは結構期待してます。 あのちょっとお願いトレード見たくなってるんですけど、あの、ま、礼儀が伸びた時のお願いトレードは、ッ OK かなと思ってるんで、お祈りトレード、お願いトレード <laughs>、あの、いいと思ってるんで、あの、ちょっとね、聞いてもらえればなと思います。で、あの、仮想通貨っていうとね、あの、今、何かな何人気なんですかねあの、全然僕 SNS とかネット上でなんか、あまりちょっと、最近もう見なくなっちゃったんで、自分の SNS の更新もね、最近あんまりしなくなっちゃったんで、めんどくさくなっちゃってね、あの、あんまりやんなくなっちゃったんですけども、あの、 何なんですかね皆さん何が人気なんですかねでこの前ゴールドが爆上げしたんで1回撮ったんですけどあんまり再生も伸びないしあの何かなということであの仮想通貨に戻ってきましたでビットコインなんですけどもあの見てる人はね分かってる人多いと思うんですけど、まあ、超重要なラインがねあのこれでまた見せるの大変かな、えー、これが週足のビットコインのチャートなんですけどあのここがもう過去のね、えー、2017年とかの高値です で、ここはもう意味ないんで、とりあえずね。で、重要なのは、ここら辺です。今、ここなんですけど、ここの、要は、高値を超えた、1万、あの、ドルベースで言うと1万ドルなんですけど、ちょっと円ベースで、ちょっと僕はあまり普段見ないんで、わかんないんですけど、112、13万ですかね、ここのライン。112、13万とかのラインを突破したと。で、ここの高値も突破しちゃってるんで、えー、かなりね、 強く上がったたといっっ感じになってます、まあ、強くっていうのかな。まあ、ちょっと伸び悩んでますけど、おそらくこれは僕としては、この動きっていうのはね、ここに近いんじゃないかなと思ってます。あのまだ確定ではないんですけど、あのここじゃないけども、ここから、週足でも結構強いんで、日足週足強いし、月足も結構強いんですよ、あのロウソク足が。 ロソク足の突き足でいうと、えー、結構これぐらい上昇してるんですよね直近でいうとこの突き足の出方っていうのはここ急落してこのコロナショックが急落してからの、えー、こんだけの強い上昇っていうのは2回目なんですよねだこう2か月ぐらいこうレンジで、えー、そこから強く上がってきたっていう感じでもあの7月が終わるんで突き足は確定しますからもう、えー、なんていうの今日から明日にかけてねこっからもう,こう大,暴大暴落で下まで落ちるっていうことはほぼないと思うんで あのー、現状は月足確定すると思います。この、これだけのね、上昇。えー、大陽線と言ってもいいんじゃないかな。で、8月どうなるのかっていうと、ちょっと分かんないですけど、僕は、この月足が、ここの、えー、上昇なんじゃないかなと思ってます。だから、まあ、もちろんね、あのー、年動き的に、テクニカル的に、えー、もしくはプライスアクション的に言うと、やっぱりここの高値を、えー、2019年かな。 えと2019年の7月とか6月7月ぐらいのここの高値150万とか140万ぐらいまで上がった時の高値を超えていかないとさすがにまだまだ弱いんですけどでも今ぐらいからそろそろ強くなってきて来月から再来月、えー、ここから12ヶ月一気に超えていく、えー、っていう展開は、えー、全然ありえるんじゃないかと1回ねあのビットコインって方向感とかボラが強くなると一気にね、あのー、その方向に走っていくっていうことが。 まあこことかもそうだし、過去もそうなんです、大体。で、こことかも大体、い旦下落転換したら下落、下落、下落でレンジになって、で、一旦急落挟んでから急上昇したって、もう転換した,し,たしたと僕は思ってます。要はもう、えー、ネガティブなところからもう強気に入っていってると。で、なんでなのかっていうと、まあ、これも100%確定ではないんですけどで、僕もあまりこういう話は好きじゃないんですけど、あのー、ナスダックとか、要はテック系ですね、GAFA とかの、 グ、えーグルとかアップルとかアマゾンとか、まあ、特にアマゾンですねの株がめっちゃもうビットコインのバブル期並みの上昇してるわけですよねでちょっと今落ちてきてますけどもう一発上がるのか、えー、下がるのか別としておそらく1年以内に急落してくると思うんですねあのー、さすがに要はリーグイーゼーとかあの急落してくると思うんでそれで、あのー、その時に、まあ、ビットコインもおそらく落ちるとは思うんですけども あのそれまではビットコインも、要はそういったテック系に資金が流れていると同様に、ビットコインとかにも資金が流れていってると、要は世の中に金が余っている状態なんですねあの、アメリカもそうだし、日本とかもそうだし、えー、ヨーロッパの、えー、国とかもそうだし、というのが、もうどん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 ね、金をばらまいてると、すってすってすりまくって、えー、金融緩和とかしたりとか、あと国民に現金を配ったりとかしてますよね、日本でも給付金とか。 それによってあの、でも国民の生活ってこれ怖いんですけど、国民の生活は全然良くなってないわけですよね。まあ、これひどい話 じゃあというか、悲しいというか、矛盾なんですけど、あんだけ金をばらまいてるのに、国民の生活は良くならない。だけど、金持ちはどんどん金持ちはね、この前、ジェフ・ペズフがね、あのー、アマゾン創業者が、なんか1.4兆円、なんか何日かで <laughs> 1.4兆円資産が増えたみたいなことをやってましたけど、やばいっすよね、この前、あのー、離婚したみたいな感じで、あの財産分与しても、さらにまた、で世界一の億万長になってで、さらに資金を伸ばすのかっていうところまでってますので、 あのまあそれ値動きと関係ないところなんですけどあのただそれぐらいですねあのお金が余っていてどこに投資すれば儲かるのかっていう状態でえテック系な米国のえそういったガーファとかに資金があとは中国ですね中国の株価も、えー、めちゃくちゃ上がってるんですよなのでもう最高値更新とかの勢いなんですよねなのでそれを考えると、えー、そういった良い銘柄とか 伸びるんじゃないかっていうところにすごい金が集まってると。そういう意味で、それの仮想通貨版は何なのって言ったら、えー、仮想通貨のガ a f a じゃないですけど、ビットコインとか、あとイーサーもね、イーサーも強く上がってるっちゃ上がってますか。リップルは弱いし、えー、ビットコインキャッシュとかライトコインとか、ライトコイン、えー、ビットコインキャッシュ、リップルあたりは同じぐらいなんですけども、ビットコインとイーサーに関しては結構強みに上がってるんですよね。 でそれを考えると、そ、まあ、らく GAFA 的な勢いで、ノ、え、リ、ー、で、えー、仮想通貨のビットコインにも資金が流れていってるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、これを考えると、おそらくしばらくは、えー、8月ぐらいまではちょっと伸びるんじゃないかなと。でじゃあ、えー、今買えばいいのっていうと、僕は現物でビットコインを買うのは、僕は今は推奨しません。 あの全然待った方がいいと思います。数ヶ月とか、もしくは1年から何年かぐらい待ってもいいと思う。もしくはその期間でお金が余ってる投資を始めたいなと思ってるんだったら、普通にドル円とかね、FX とかか、えー、もしくは、えー、日本に住んでる方だったら普通に日本株の売買とかを、例えば SBI とかね、楽天証券で始めるっていう方が、えー、株価 FX ある方がいいです。今の時期 まだわかんないですよ。これから下がるかもしれませんけど、下がった時は買い時です。で、どれぐらいかはわかりませんけども、だいた今100万以下とかまで下がった時は、まあ少しずつ買っていっても、100万以下から下がって、まあ次50万円下がった時とか、まあもしくは70万かわかりませんけども、まあ何分割か,かして、えー、何品というかね、買い増しをしていく。それはありだと思う。将来的にやっぱり、えー、仮に今からね、また150万まで上がって、再度50万ぐらいまで下がったとしても、 再度、結局、300万、500万まで行く可能性、1回でもね、えー、あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。それはもう100%ではないんですけども、なんかん、感覚ですね。もうこれは本当に予想というかね、これもちょっとお祈りというかお願いみたいな感じなんですけど、あの、確信はないんですけどね、雰囲気です、もう、雰囲気。あの、なので、そこまで期待もしないし、だから爆買いもしてないんですよね。そもそも結構持ってるんで、あの僕の資産の中での仮想通貨っていうのは、 半分ぐらいが仮想通貨。っていうかまあ、仮想通貨の価値が下がっちゃったんで、半分ぐらいまで下がっちゃいましたけど、もともとはもっと多かったんですね、割合的に。ほぼ仮想通貨みたいな。ほぼまでいかないかな。まあ、7割ぐらい仮想通貨が資産っていう時もあったんで、まあ、それ上がってたからっていうのはあるんですけどね。 なので、あの今後、僕はあまり仮想通貨を買うというのは積極的ではないんですけども、仮想通貨を持っていない人は、えー、仮想通貨が、ね、今のゴールドのように、えー、どんどん上がっていって、最高に更新、だから200万とか超えていく可能性っていうのは、えー、全然あるので,で、それを考えると、まあ、今じゃないけども、少し待って、また再度100万以下、70万とか、えーまあ、どこまで下がるか分からないですけども、100万円以下で1回買って、 えー、もしくはまあ50万近くとか、前、まあ、下がった時にもう一回買ってっていう局面が来ればね、100万円以下まで下がったんだったら一回買ってもいいんじゃないかなと思います。あんまりガツンってね、全財産買う、買えよっていう感じじゃないですけども、少しずつ買っていってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。なので、そういったタイミングが来れば仮想通貨も美味しい時が、えー、数年、数年ですね。うん。 おそらくですね、コロナが終わって、えー、コロナの不安とか終わって、世界全体がね、普通に旅行とかも行けるようになり始めたタイミングで、もちろんそれでね、世界経済は全部回復するか分かんないんですけど、それが多分回復の要徴です。もう全体的に収まったねってなったら、もうすでにだってアマゾンとか最大の更新してるんで、でも一旦落ちると思うんですね。あんだけ上がってるんで、テスラとかもね。実体、確かにいい企業だと思うんですけども、実体以上にやっぱり上がってるところあると思うんですよね。まあアマゾンとかはすごい、 ね、あのコロナで家で、ね、あのネット通販とかしかもアマゾンプライムっていうかビデオとかもね、えー、日本だけじゃなくてもちろんアメリカもやってるんですよね多分ねだそういったところもあるんで単純にあの需要がね、えー、e コマースも抑えてビデオも抑えてあとアマゾンのウェブサービスっていうかね、えー、そういったウェブのインフラ関係も抑えてさらに宇宙産業もやってみたいな感じで結構もう え時代の長者っていうかね、もう、キング感が出てますんで、まあまあ、落ちないか、あのー、最後落ちても、また上に上がっていく可能性あるんですけど、現状見ると、あのー、一旦は結構強めに急落していくんじゃないかなと、1年、2年かけてね、さすがに無理っていうのと、資金が抜けていくんじゃないかなと思います。リ食グイとか、えー、どうなんかな、ちょっとそこもかなり不明なんですけど、あのー、まあ、コロナで、だって、 おかかしくないですか普通に考えてコロナで世界経済やばいですよアメリカも過去の失業者数リーマンショック以上ですよって言われてる中でアマゾンの株価が最高値更新してるっていうのはとかフェイスブックもマイクロソフトもほとんテック系の企業の株価がほとんど最高値更新してるっていうのはおかしいですよねどう考えてもねで一般の市民はお金がないってい状況でそういったテック系企業の、ね、創業者は本当になんか過去最高の ねえ、これおか,しおかしいんですけど、それが現実なんで、それを考えると、ちょっとこのまま流れは続くかもしれないけども、もう1、2年とかの単位で、おそらく数年とかで、えー、一旦はもう急落していくとか、ある程度押し下がってくると思うんですよ、そういうテック系の企業が。そうなった時に、ビットコインがどうなってるのかっていうのと、えーまあ、それ以外の通貨とかね、えー、FX とか、えー、その例えば、 fx のメガナ各国の通貨間の値動きとかも踏まえて、あとゴールドですね。ゴールドの値動きとかも踏まえて、ビットコインどうなってるのかっていうのを考えてから買ってもいい。だから僕が、その時はまた買い時のタイミングが動画で撮りますんで、ぜひ見てもらえればなと思います。今は買うなっていうことだけ言っておきたいなと思います。現物でね。 あのビットコインロングとかね、普通に BTCFX やってる方はもうどうぞ自由にあの買っても売りでも全然ね、その時々でやってほしいんですけど、あのこれから仮想通貨買いたいなって思ってる方は、まあるとだったらいいと思う。まあ、ちょっと E さんも上がっちゃってますけどうん、ちょっとね、まあ、リップルくらいとかだったらいいと思いますね。あのそのリップルの,かあの、なんていうの えー、今後ねあの、企業としてどうなんだっていうところとか、ね、リップ、ライトコイン、ビットコインキャッシュの,その存在価値はどうなんだっていうところは別として価格として低いから上がってないからね。もちろん価値がないから上がってないっていう見方もあるんですけど、まあ、そんなことは分かんないんで結局ね。あと、プラス、そのさっきみたいに結局、 あのアマゾンみたくねあね、とかテスラとかみたく価値があるから上がってるっていうのともまた違うんですよ、ね。結局みんなが買ってるから上がってるだけなんで、だみんなが売り始めたらあの大きく下がるっていうだけですよね。だからそこをあの実際に正しいからそうなってるわけではないと、株価が下がっているから、株価が上がってるから、えーね、だってテック系の企業が最高値更新してるからって、景気いいと思います、どう考えたって。良くないですよね。実際にそのいいかどうか っっててていいううじゃなくて投資っていうのは実際に予想通りの値置きだって自分が儲かればいいっていうだけなんだよ、究極言うとね。あの、すごい自分勝手と思いますけど、そうなんですよ。僕も結構人優しいタイプなんで、結構損切りであの相場に募金っていうかね、ちょあ,のあの、なてうんですかね、寄付しちゃいました。結構もう数千万とかね。でもそうじゃいけないなと。寄付しまくってもね、誰も褒めてくれないっていうか。 あのどこに使われたかも分かんないみたいな、そんなものは寄付ではないっていうか、えー、って感じなんで、誰かのポケットに入ってるだけなんでね、だからそれを考えると、やっぱりうまくね、えー、相場から自分のところに、ポケットにね、えー、口座に現金を増やすためには、えー、実体の動きっていうよりも、えー、実体の動きはこうだけども、値動き的にはこうなるんではないかっていう、その考察っていうのはすごい重要なんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、それがこのの年ぐらいでの 僕の成長というかですね、対価なのか成長なのか、えー、破産する寸前の発想なのか分かりませんけども、えー、そう思ってます。まあ、えー、それがまあ僕の直近の発想ですかね。だか実際の値動きとして正しいのか、価値が、えー、正当化されてるわけではないということですね。だからこそ,その、そのタイミングで予測して、買った人、売った人が、まあ、その通りになれば、予想通りになれば、儲かるっていうのが、もう相場というかね、投資の原理原則なんで。 まあ、焦らずに、えー、自分のチャンスだと思った時に、えー、買う、売るっていうのをやってほしいなと思います、えー。ということでね、今回は、えー、ビットコインと、プラス、まあえー、全体の流れですね、を説明してみました。えー、なかなかねあの、今すごく面白い展開なんで、もう何やっても面白いです。今日も僕ドル円で結構利益出せましたし、それ以外ももうユーロドルとかも結構ね、爆上げだし、あと何ですかね、まあ、 ゴールドの爆上げ。で、あと、ダウと日経とかね、えー、ダウとに、ダウは分かんないけども、日経はちょっとかなり落ちてきてるんで、このまま結構下落していくんじゃないかなというのが、8月の、えー、見どミドルかなというふうに思ってます。ちょっとまだ分かんないですけど、結構垂れてきてるんで、ちょっとまあ、ダウントレンドに入っていくんじゃないかなというふうに思ってます。 まあちょっとまたね、えー、ダウとか日経とか、その辺については、えー、また話していきたいなと思います。えー、ということで、今回の動画は以上になります、えー。ぜひね、今回の動画が良かったなと思えばグッドボタンと、えー、チャンネル登録お願いします。説明の方に僕のやっているメルマガ、LINE アット、公式 LINE ですね、それ以外にもエッセンスやってますので、えー、ぜひね、まだ登録しない方は、登録やフォローしていただけると嬉しいなと思います。それでは本日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。